いらされますことを、おめでとうございます。また、この会社につきまして、佐野実行委員長をはじめ、多くの皆様方のご尽力に敬意を表しますとともに、ますますのこの、皆様の、コスチュームの本当に、発展を、毎年、見させていただいて、本当に、素晴らしいなと思っております。今日は、今年度ミス鎌倉3人、一緒に参加させていただいております、一人ずつ、自己紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、郡谷瑠奈と申します。現在大学4年生の21歳です。趣味はスペイン語を勉強することで、今、鎌倉市に住んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。田中あかねと申します。現在20歳の大学3年生です。私は4歳から現在までクラシックバレエを習っております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。梅田すずと申します。現在大学3年生の20歳です。今日は暑すぎず寒すぎずで本当にいい気候だと思います。私も皆さんと一緒に大船祭り精一杯楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、こちらで、はい、はい、ますますミス、ね、ミス鎌倉の皆さん、この後パレードも大森さんと一緒に歩いていただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、この台の上に乗って私もちょっと年齢を言ってみたいところなんですが、20歳ということでね、まあ、うらやかき笑顔でありがとうございました。さあさあ続いてまいりますよ。はい、今度はですね、第鎌倉4区国会議員の衆議院議員山本智博様にお越しいただきたいところではございましたけれども、本日代理ご出席ということで秘書の島尻誠一様いらっしゃっておりますでしょうか。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。この一言、そうですね、はい、お願いしましょう。はい、皆様おはようございます。山本智博の代理でございます。本日、大変いい天気になっておりますので、ただはしゃぎすぎず怪我だけはないように、皆様楽しんでください。本日はおめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ続きまして、衆議院議員早稲田由紀様お願いいたします。先生、今年も素敵な出だしでよろしくお願いいたします。皆様おはようございます。大船祭りのご開催誠におめでとうございます。衆議院議員の早稲田由紀でございます。今日は、私もこの部署のとこで参加をさせていただきます。車椅子の皆さんにもご参加ということで、どんどん輪が広がって私も大変嬉しい、ありがたいことだと思います。本当に実行委員会の皆様に感謝を申し上げ、お祝いとさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、神奈川県議会議員中村翔司様お願いいたします。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました県会議員の中村でございます。もう15回目ということで、あそこにおられますが、その実行委員会の顧問を務めの根場さんが、皆さんと共に県中地中化ができたから現地間通りで大船祭りやろうと言ったのがきっかけだったと記憶しています。今回は実行委員長お話の通り、車椅子の方も参加してくださり、ますます賑やかになって支え合い担い合いのこの大船を鎌倉を作っていこうではありませんか。ひたすら天気になることを祈ってました。皆さんと共に天気になってよかった、おめでとうございます。ありがとうございます。お休みの皆様ありがとうございます。さあ、ここで神奈川県大船警察署長をご紹介をさせていただきます。野口博士署長いらっしゃいますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。今日はね、非常に春のまた初夏の段階で本当にいい天気になりました。ぜひパレードも一生懸命やっていただいて、我々も周りから応援していきたいと思います。本日は今日どうもおめでとうございます。
ありがとうございます。今日一日大船祭りの安全をどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてここで鎌倉市議会議員の皆様、本日お越しいただいているかと思いますので、市議会議員の皆様、こちらにお越しいただけますでしょうか。はい、皆様もうずらりとお並びいただきまして、マイクをお渡しするので、お名前と一言ずつ頂戴できればと思います。どうぞ。はい、どうぞどうぞ。もうちょっとこの台のあたりからどうぞ。はい、大丈夫でしょうか。ではこの私が持っているマイクをお渡ししますのでお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。今日一日大船の底力を皆さんと共に発揮できればと思います。ただいま市議会議長しております山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。市議会副議長しております野瀬照嗣と申します。15回の大船祭りおめでとうございます。事故なく怪我なく楽しみたいと思います。ありがとうございます。市会議員の高橋です。おはようございます。私第1回から裏の方の下働きをずっとさせていただいてまして、今日も皆さんと共にですね、楽しみながら下働き頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。市議会の前川子でございます。お世話になっております。15回開催おめでとうございます。今日も一緒に皆様と楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。本日はおめでとうございます。鎌倉市会議員の飯野正孝と申します。本日は同じ立憲民主党の市会議員の早稲田由紀さんとともに課長してパレードに参加させていただきます。15回の大船祭りということで心よりお喜び申し上げます。よろしくお願いいたします。おはようございます。市議会議員の草川邦枝でございます。地元大船でお世話になっております。今日も皆さんと一緒に楽しませていただきます。よろしくお願いします。おめでとうございます。おはようございます。市議会議員の吉岡和枝でございます。今日の天気とても良かったと思います。皆さんと楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。市議会議員の志田和弘でございます。本日は誠におめでとうございます。皆さんおはようございます。市議会議員の伊藤道久でございます。大船祭り15回を迎えたということで、今日は一日楽しく一緒に参加をしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。本日はこんなに晴れまして、私心も晴れ晴れ、そして皆さんと共に楽しい楽しい一日を過ごしたいと思います。おめでとうございます。杉原でございました。失礼しました。おはようございます。市議会議員の西岡幸子でございます。こんなに素晴らしいお天気の下で開催されました大船祭り、大変におめでとうございます。私も皆様と一緒に楽しませていただきたいと思います。ありがとうございます。皆さんおはようございます。鎌倉市議会の大石和久と申します。第15回の節目を迎えた大船祭りの開催、大変におめでとうございます。同じく市会議員の中村総長と申します。ご準備いただいた方に心から敬意を表します。おめでとうございます。鎌倉市議会議員の池田明と申します。第15回大船祭り、大変おめでとうございます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。鎌倉市議会議員の竹田ゆかりと申します。私は大船の街本当に大好きです。皆さんと共に盛り上がりたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。竹野ひろこでございます。私の父が経営していた印刷工場が戸田さんのロケ地となりました。大船は私のふるさとです。これからもよろしくお願いいたします。大船祭りおめでとうございます。皆様おはようございます。市議会議員の永田まりなです。いいお天気で本当に良かったです。15回目の開催本当におめでとうございます。おはようございます。同じく鎌倉市議会議員の川村拓馬です。本日は大船祭りご開催誠におめでとうございます。今日はですね、スタッフの一員として、お手伝いをさせていただきながら皆さんと共に楽しんでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。おめでとうございます。皆さんおはようございます。市議会議員の森光一でございます。素晴らしい晴天のもとご開催大変おめでとうございます。私も今日は精一杯楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
以上、市議会議員の皆様でした。ありがとうございます。さあ、それではどうも皆様ご移動いただきまして、ここでいよいよ邪気払いを行わせていただきます。さあ、改めてご紹介いたします。どうぞ皆様ご準備しながらお願いいたします。部学座総司家元源金四郎様によります、大船祭りの安全と成功を祈願し邪気払いを行います。さあ、ご一緒にお越しいただきました義仙会の皆様、鎧甲冑に身を固め邪気払いをお守りするため駆けつけておられます。さあ、それではこれよりは皆様にお任せをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。邪気払いに際しまして、皆様方のご健康とご健勝を祈念しまして、ご覧前の水槽をさせていただきます。Yeah!
宗師山本真由子様とセンターの皆様、このままパレードのご準備へとご移動いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、続きまして和太鼓の演奏にございます。さあ、ご参加いただいている皆様のご健康を記念して和太鼓あやさん